ナンバーアンダーライン愛ラジオでファンへの感謝を語るアルバムノーアイへの思いを熱く語り今後の活動にも期待ナンバーアンダーライン愛ラジオ出演でファン熱狂翔くんの名古屋愛炸裂今日は音楽界で話題をさらっているグループナンバーアンダーライン愛がラジオ番組に登場しました彼らの生出演は多くのファンにとって忘れられない時間となりアルバム ノーアイについてだけでなく、メンバーそれぞれのプライベートな一面も垣間見える、非常に充実したトークが繰り広げられました。特に、スタジオの温かい雰囲気が感じられ、ファンとのつながりが強く意識された放送となりました。ラジオでの生の声というのは、ファンにとって特別な瞬間です。なぜなら、普段は画面越しでしか見ることのできないアイドルたちの自然な姿を、声だけで感じることができるからです。 リトークのテンポ感が直接伝わり、彼らの人間らしさをファンに届ける力があるからです。特に今回のラジオでは、翔くんの出身地である名古屋にちなんだトークが展開され、ファンにとって非常に親近感を覚える場面が多かったです。彼が地元について語る時の笑顔や、名古屋の名物グルメについて熱く語る姿は、 ラジオのリスナーたちにその場の空気感までも伝えるようでした。ラジオの良さは、こうした声の表現力によって、リスナーが自分の中でイメージを広げて楽しめることです。彼らのトークの中でも特に印象的だったのは、名古屋の街に対する愛着と、地元での思い出が彼らのパフォーマンスにどのように影響しているかについてです。このような話は、普段のテレビやインタビューではあまり語られない部分であり、ファンにとって新鮮であり、 かつ感動的でもありました。また、アルバム「ノーアイについても多くの話が交わされました。メンバーそれぞれが自身のお気に入りの曲を紹介し、その背後にある制作秘話や、どのようにしてその曲が生まれたのかについて深く掘り下げられました。特に神君が、自身の中で最も大切な曲について語った場面では、彼が音楽に対して持つ情熱や真摯な姿勢が感じられました。ファンにとって、 こうした制作過程や背景を知ることで、より深く楽曲に共感し、彼らの音楽を新たな視点で楽しむことができるでしょう。音楽というものは、聴く人それぞれの経験や感情によって異なる印象を与えますが、その背景を知ることで、また新たな楽しみ方が生まれるのです。ノーアイというアルバムは、まさにナンンバーアンダーアダラインアイの音楽的成長と進化を象徴する作品です。 彼らは一つのジャンルにとどまらず、様々な音楽スタイルやテーマに挑戦しており、アルバム全体を通して異なる色彩を持つ楽曲が詰まっています。これは、彼ら自身がアーティストとしての幅を広げ、多面的なアプローチを試みている証拠です。例えば、軽快なリズムの曲から、感情豊かなバラードまで、幅広い楽曲が収録されており、リスナーは曲ごとに異なる感情の旅を楽しむことができるでしょう。 これまでに見せてきた彼らのイメージとは異なる一面が強調されており、ファンにとっては新鮮な驚きとともに、彼らのさらなる成長を実感する機会となっています。ラジオの中で彼らは、自分たちの音楽に対する考え方や、これからの方向性についても語っていました。アルバムに込められたメッセージや、各曲に対する彼らの解釈は、ファンがより深く楽曲を理解するための手助けとなりました。彼らは、 自分たちの音楽をただ聴いてもらうだけでなく、それを通して何かを感じ、共感し、楽しんでもらいたいという強い思いを持っていることが伝わってきます。音楽を通してファンとつながることの大切さ、そしてそのために常に新しい挑戦を続けている姿勢が、彼らの大きな魅力の一つです。ファンからのフィードバックも非常に多く寄せられ、ラジオの後には、ラディコで何度も繰り返し聞きたいという声が多く聞かれました。 ラジオというメディアの特性上、生放送では聞けなかった人もタイムフリー機能を使って楽しめるという点が、今の時代においてファンとの新しいコミュニケーションの形を生んでいるのです。これもまた、テクノロジーと音楽がどのように融合し、ファンとの距離を縮めているかの一例です。さらに、彼らのプライベートなエピソードも多く語られ、ファンにとっては普段見せない一面を知ることができる貴重な機会となりました。例えば、 日常生活でのちょっとしたハプニングやメンバー同士の関係性についてのエピソードは笑いを誘い、親しみやすさを感じさせました。こうしたトークは彼らがただのスターではなく私たちと同じように悩み、楽しみ、成長している普通の人間であることを思い出させてくれます。そしてそれがファンとの強い絆を築いている理由でもあります。ラジオの最後には今後の活動についても触れられ、 ファンはますます彼らの今後に期待を寄せるようになりました。特に、これから控えているフェスやライブについての話題は、今後の活動に対する意気込みを感じさせるものでした。彼らは、どんなに忙しい日々を送っていても、常にファンを第一に考え、楽しませるために全力を尽くしていることが伝わってきます。フェスやライブでは、さらに進化した、ナンバーアンダーライン愛の姿を見ることができるに違いありません。 このように、今回のラジオ出演は、彼らにとってもファンにとっても特別な時間となり、また一つ大切な思い出が増えました。ラジオという媒体を通して、彼らの生の声を聞けることは、ファンにとって非常に幸せな瞬間であり、またそれを何度でも繰り返し楽しめるというのは、現代ならではの贅沢な楽しみ方です。これからも、ナンバーアンダーライン愛は進化を続け、ファンとの絆を深めていくことでしょう。 彼らの音楽とトークが、これからも多くの人々に喜びと感動を届けることを期待しています。そして、この特別なラジオ出演をきっかけに、ファンとナンバーアンダーライン愛の関係はさらに深まりました。音楽という芸術は、リスナーに感動を与え、心に響く力を持っています。しかし、それだけではなく、アーティストの人間的な側面や彼らの声を通じて語られるエピソードが、 ファンにとっては非常に重要な要素となっています。今回のラジオでのトークや、メンバーが見せたリラックスした一面は、まさにそのような瞬間を提供してくれました。このラジオ放送で印象的だったのは、メンバーたちが普段の活動や音楽制作についてだけでなく、プライベートな出来事や将来の夢についても語っていたことです。特に、今後のツアーやフェスに対する期待や、彼ら自身が抱えるプレッシャー、 そしてファンに対する感謝の気持ちが垣間見えた瞬間は、ファンにとって非常に感動的でした。これらのトークは、彼らの本音を感じることができる貴重なもので、ファンとの距離をぐっと縮める要素となっています。また、ラジオを通して彼らがどれほど音楽に真摯に向き合っているかも改めて伝わりました。例えば、アルバム制作においてメンバーがそれぞれ異なるインスピレーションを持ち込み、どのように曲を作り上げていったのか。 ままたたたたたそのの過程でどんななな困難や挑戦があっっっかを詳細にに語てていたことととはファンにとって新たな発見となりました音楽というのは、ただ耳に心地よいだけではなく、そこに込められた感情や物語があるからこそ深みを持つものです。そしてそれを知ることで、リスナーは一層その曲に共感し、愛着を持つようになります。ファンの反応も非常にポジティブで、ラジオ放送後には SNS 上で多くのコメントが寄せられました。 何度でも聞き返したいメンバーの声をもっと聞きたいという声が多く上がり、彼らがいかに多くの人々に愛され、支持されているかが感じられます。特に今回のラジオ出演は、単にアルバムのプロモーションにとどまらず、ファンとの絆をさらに強固にする場となりました。これまでにない形での彼らの魅力が引き出され、ファンは新たなナンバーアンダーライン愛の一面を知ることができました。このようなラジオ出演の意義は、 単にに楽曲やツアーのの告知とどままるものではありません。ラジオというメディアの特性を生かして、ファンとの距離感を縮め、より親しみやすい存在として自分たちを見せることで、彼らはその存在感をさらに高めています。視覚的な要素が少ないラジオでは、リスナーは声やトーン、言葉の選び方に一層敏感になります。そのため、メンバーたちの一言一言がダイレクトにファンの心に届き、 特に今回のようにリラックスしたトークや感謝の気持ちが伝わる瞬間は、ファンにとって何よりも嬉しい出来事でした。